ありがとうございます。優雅だな。というわけで、まあいいわ。クリムソンヘイズのカードリスト出たんでね、奇跡的にタクトと予定が合わないと思ってたんだけど、なんか、これるらしいんで来てもらったんで、まあ一緒にカードを見ていきましょう。うっす。はい、お願いします。まあ、ほんとガチグマ EX ぐらいしか俺はマジで知らない。なるほど。うん、じゃあ、とりあえず1枚目見ていきましょう。ガチグマ、暁 EX ね、HP26 の無色の種ポケモンで、特性で、相手がすでに突採4枚7、こいつがブラッドムーン使うための、無色エネルギーが減りますよと。まあ、護衛なんで、まあ、代わり4、3、2、1、0って言っていくと。で、無色5の24で、次の番、こいつ技使いません。到着点逃げ目が3。パッと見はどうでしょう？使う？俺、これ結構使うと思うよ。違うのよ。かがり座とは全然。全然違う。うん。かがり座って、攻撃するタイプのさ、うん、カードなのにさ、はい、コントロールに使われてたくらいじゃん。コントロールに入るっていうこと？コントロールには入るんじゃない？ほぼ。確かに、言ったらかがり座って腐ってもこのエネルギーが1枚絶対必要なわけよ。そうそうそう。こいつ何でもいいし、下手したらエネルギーなしでもいいからね。まあ、ジェットかミストあたりが。あー、強いね。確かにね。あ、ミストは強いわ。うん、あさ、ちょっと前にさ、出したさ、偉大な騎馬エローの動画あったじゃん。うん、俺がリザードで、なんかミミッキを倒せそうなターンで、残りのサイドが確かもう2か3なの、俺が。そのミミッキを倒そうとしてるリザードに対して、ガチグマを置いてジェットエネで前に出てくると、なんかもう起動できるできないぐらいのターンになってるんだよね、あれ。最後に相手が苦し紛れに出した1匹のアタッカーを今まで巨大な牙で取ってたけど、あ、そうそうそう、それが牙が育ってなってもこいつピッて出して、それで取って、まあ相手のリソース枯らせるっていう話ね。そう。海外でよくあったやつだと、ギラティナ V。あいつが LO に強い性能を引き裂くって技持ってて、うん、あれを短期で、160ってずっと言い続けてカビゴン LO に勝つっていう結構プレイがあったんだけど、そうだね。それのカウンタープレイとして、そのコントロール側、最近だとピジョットコントロールが入ってて、こいつに赤エネと輝くリザーブが入ってて、なるほどね。なんか1体で詰めてきたら返しますよっていうのを、こいつで同じことができる上に、その1体じゃなかった時って結局2体目が出てきて殴られるんですけど、ガチグマは HP が260あるから倒せないね。もう大体使われてるエーススペックがヒーローマントだから、まあ、これは360あると思っていいです。うん、こいつはだからそう、さっき話してたんだけど LO とかコントロール系に入れるとなんかかなり強いんじゃないかっていう、短期を許さないよね。いや、こいつはね、なんか使い方が無限すぎて、まあね、普通に攻める一気に1枚入れとくだけでも強いしね。そもそもそうね、うん、はい、次デスノイバラ、雷 HP23 種ポケモンで未来のポケモンですね。特性でこいつがバトル場にいるとお互いの場のルール持ちの特性がなくなる。未来を除く、だから自分の頭とか、なんだっけ、ラピットバニアとか消えません。うん、雷無色2つのボルトサイコン140、こいつについてレビューキャラビー、ベンチポケモンに付け替える強制ですね。こいつも到着点で逃げ目が4。まあ、とりあえず分かりやすく言えるところとしては、雷無色無色なんで、まあ、ダブルターボ1枚と雷1で、まあ、起動ができるんで、まあ、先行取って先人から殴りに行くこともできると。で、まあ、特性イニシャライズで、まあ、止まる分かりやすいところとしては、リザードン X の煉獄支配、ルイヤーナスンベルスター、まあ、輝く月光か、パオジアンの罠なく霊気。だからまあ、大体止まりますね、アルセウスのスターバースとか。めっちゃスラスラ出てくるやん。予習してた？予習はしてないけど、曲がりなりも数年ずっとこういう動画撮ってきたから。あー、なるほど。あのね、テキストを読むだけだったら任せてほしい。俺言ったらね、この動画司会進行なわけよ。なるほどね。君解説だから。なるほど、なるほど。そうそうそう。じゃあちょっと出しゃばらないように。いや、でも深いところは話してほしい。はい。話せるのかっていう話があるんだけど。まあでも、パッと見はそうだね。まあなんかこいつ短期でなんか勝てるかって言われるとなんか別に勝てないような気はするな。っていう気がする。例えば、茨だけにして、じゃあリザードン EX の煉獄支配とか、ピジョット止めただけで勝てるかっていうと、いや、厳しいね。そう、俺は別に勝てないとは思う。だから多分、ラピッドバーニアを入れるなり、これと一緒に私でヒエクのイサハを入れるなりの工夫は必要だなとは思うね。あとね、分かりやすいのだと、リザードンに一旦足りなかったデッキたち、例えばパオジアン、鉄の貝が入ってたじゃないですか。はい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 。あれ、鉄の貝だから行って、2枚進めても、バーニングダーク、バーニングダークみたいな負けるみたいな、結構あったと思うんですけど、うん、これ鉄の茨だと、ちょっとだけ話変わってくるかもしれないですね。その、エネを集められるっていうことを前提の構築とすると、なんか1個目の、スタートしたセビを逃げて茨ポンって出すと、まず、最近流行りのフィジョリザだとロトムが止まりますと。なるほど。で、ロトムが止まった上で、なんかペパーとかで、頑張ってフィジョットを立てようとしても、フィジョットを立っても先に使えませんよ。じゃあ一旦リザードを立てて手札にエネルギーがたまたまあったからつけてなんか戦いましたってなっても
なんかそういうプランを取ってきた相手に対してはこのイバラを下げて一旦パオチャンで取るとか。そうだ、パオチャンにも入るんじゃんこいつ。多分入ると思うんだよな。そうだね、雷の仕組みしてくれます。スタートした時だけうざいか、下げる時だけうざいか。ルギアにもなんか相性どうなの、めっちゃいいのかね。パオは海内系諸説っていう感じだから、下手したらカイナよりもイバラの方がルギアには多分全然強いと思う。ってなったら全然入り得るし、今のデッキよりも、まあ環境次第だけど、カイナが刺さりづらい相手とかがメタに多かったら、うん、こっちの方が強いんじゃない。あとこいつ逃げ根4だからカイナとヘビーバトムを共有できるのが偉くて、はいはいはい、うん、まあそこも相性がいいのかなと。だから単純にミライバレットに入れてもちょっとリザードに今までよりは抗えるようになったかなという気はする。あ、そう、ニコ玉入れてたんだけど、カイナがおかげで起動もしやすくなったわ。あー、全部共有してるやん。あ、そうそう、ヘビーバトン、ニコ玉、雷エネルギー、まあ、未来、うん、全部共有できます。頭も OK。まあ、そうだね。確かに、パオシャンに入るっていうのは今聞いてなるほどなと思いましたね。こいつガチグマも止められるのか。止めれる。かがり座も止まれる。はい、次、ちょっとおしゃべりが過ぎました。ゲコ AX でテラスタで、HP31 の東大区の2進化になりましたよと、水根1個で170ダメージ、山から好きな方で締めていただいております。水無色無色で、こいつの鬼ことらしして、相手のポケモン2匹に120ダメージ、超弱点の逃げ根が1。俺のパッと見の感想としては、まあ、回で立てれなくなっちゃったなっていうのが、悲しみで、東大区になっちゃったから。170と120っていうダメージラインが美しいです。260から290のラインが増えてきて、こいつ忍びの刃で170打った後に分身連打で120だから290ラインまで見れるじゃないですか。あと単純にやっぱ忍びの刃で削りつつダブルターボ持っていて次にこだまがあって、まあ、分身連打打ちやすいっていうのも、まあ、その場合は27しか出ないんだけど OK。 いや先行強いよこれ。先に分身連打まで、まあ、見えるしこれ。そうだね、頑張れば、うん、ケロマステバリ、次の場の進化、ダブル無色、戦に月光集計みたいなのも全然できると。そうそう、まあでも先行はどうせボテチポフィンからマナフィ来ることがほとんどだから、うん、一旦刃でパーツを集めて次のターンに場を破壊しに行くとか。そうだね、持ってこれないキャンセルコロンとかをね、こいつで何でも持ってこれるのが強いよね。プライムなりコロンとか。そうそうそう、あとは2枚目の準備をしておくとか、うん、でもちゃんとなんか補助のポケモンは入れてあげないと、こいつの忍びの刃に頼った構築は厳しいと思うから、うん、こいつのね、種がね、ああ、下がね、なんか分身するらしいのよ。そう、2匹に増える。だポフィンが1個置くから、エリハルと、うん、残りのポフィンで、ビッパ、マナフィンとこ置いてあげると、なるほど、綺麗なんじゃないかな。はいはいはい、結構難しいと思うんだよね、うまーく。いや、進化ファイルだったらスタートを食べてますよ。進化前ならね、進化する前に加速して、その後進化してポン。まあ意外とオリジンパルキアを別に普通に入れてるのもありなんじゃねえかなって俺は若干思う。まあ単純にさ、これだってまあマキシャンベルトあったら22まで出るからね。あ、確かにやば。まあちょっと回で持ってこれないのが嫌だけど、うん、なんかまあ何でもできそうですね。どんな構築にしても強そう。昨節もね、はい、古代で、絶叫もうこの辺は走るっていうね。先ほど尻尾は、まあ、古代で、無色1個で高校プレイヤーの最初までだけ使えて、次の相手の番、相手がサポートを使って使えません。まあ、他は多分何も書いてないですと。まあ、なんで、高校1ターン目に使うと、これはハウス GX みたいな感じで、まあ、実質プラ1ターンみたいなことができそう。サポートだけだからね。うん、まあ、全部持ってたら知らないって感じ。ちょっと行くの話はあんましないで、僕は。初心者に優しいチャンネルを目指しております。君が大会近いからだけじゃないの。まあなんかその、早い段階でなんかね、それこそ詰めていく場面かな、早い段階で圧かけていくデッキには、まあ、エクストラターンもらう用のカードとして入るかもしれないですね。あんま使わないから、まあ使わないよりはね。ヤバソチャ EX は HP24 で X さんの1進化戦時の、これ初めて見る、トラッシュにある基本草エネルギーを全部山に戻して、戻した枚数かけ2個分のダメコマ1個分ピンをすると、うん、まあこれは俺はパッと見シード戦専用のカードかなっていう感じなんだが、あ、これシード戦のパックか。一応そうですよ。シールド戦でどうやってトラッシュにエネルギーを送るの。じゃあシールド戦は違え、この HP20 のやつが 2N120 って言ってるだけで強いから。マッチャスプラッシュね。マッチャスプラッシュで30回したやつ強いから。まあこれはいいでしょう、特に話さなくて。ジラチを貫通するって点だけは評価してあげてもいいかも。タルゴもまあどうだろうね、あ、一応テラスタルか。ブランド版が、ただね、山の上から1枚トラッシュして、その中での数かけ140追加なんで、まあ、マックス420出ると。まあ、基本は自分の山の上を操作して28出したいのかなっていう感じだが。え、暗号マニアとかってことじゃない？あんまり、ね。
まあきついよ、だって今きついよ、山の上で トップ操作するのにサポートの権利使わなきゃいけないんでしょ。そう、じゃあホムラにベルトつけるよ俺は。あ、はい、はい、お疲れ様でした。はい、EX 以上です。あ、でもシールド戦は強いんじゃない、みんなエネバッカーだからまあエネ17とか足とか入れるからね。420結構出そうだねこれ。まあ EX はこんなところで、パッと見はまあガチグマ EX はまあ分かりやすく強そう。うん、まあ、茨と月光画は、まあ、ポテンシャルとしては悪くない。茨は使われるでしょう。じゃあ次トレーナーさんね、エーススペックからとりあえず全部見るか。ってかエーススペック以外は正直なんか、うん、まあみたいな感じなんで、エーススペックも見ましょう。まあとりあえず分かりやすいところから、アンフェアスタンプ、まあ、効果はご存知。やってるよこれ多分。発表された時 の SNS の盛り上がりがすごかった。強いけどさ、なんか俺はなんじゃの簡単キャッチャーとあんまやってることは変わんねえんじゃねえかって思うんだよね。まあ確かにこいつは2枚できる、なんじゃも違って。相手の手札を減らすのばっか見えてるかもしんないけどさ、ああ、これの後にもう一回サポートが出るって話、ね、グッズでマックス5ドローできるんだよこれ。だからなんか手札薄いけど、なんか一旦ペパーでスタンプと封印石持ってきといて、で全部打って5枚引いて積もんなかった方を封印石で持ってくるとかができるから、結構再現性高いんだよこれ多分。このカードの弱いところはサイドに落ちた時だね本当にだからまあこれに頼って、これだけに頼ってるときついって話でしょ。てか一番強いのがその前半戦、うん、相手がサイド1枚目を取った1体目の EX を倒した時が一番強いカードだから、そのタイミングで使えなかったときサイドにあると必ず使えないから、そういうときにアンフィアスタンプに頼りすぎているようなデッキ構築をしていると負ける。なるほど、多分。いやだからカウンターキャッチャーとかの存在も考慮すると、これからはそれこそビーダーを採用してるデッキは軽い気持ちで相手のポケモン1匹最初に倒した結果アンフェアを打たれてカウンターキャッチャーで裏呼ばれて食われて、あ、そうそうそう、それで敗北みたいなのがあるから、ビーダル型もしかしたらビーダルを枚数はこれから増やして2匹立った上でサイドを取りに行かないとダメになるかもしれないよね。まああるだけで困るね。ただ確実に言えるのはなんか25分で終わるゲームちょっと増えると思う、これで。逆にね、そうワンサイドになるから、これを打った瞬間、もう打った側がマウント取ってそのまま勝ちみたいなゲームになりがちだから、そう、なるほどね。それが健全なやり方かどうかはさておき。まあ、まあそうだね。まあとりあえずこいつはまあ、今回のスペックなどと一番強い、ね。いや、一番強いよ。なるほどね。ハイパーロマン。山から1進化を3枚まで、手札に加えることができると。まあなんか分かりやすいところで言うと、サールゴン EX とかキルリアとかが、まあ、いっぱい持ってきたら強いんじゃねえかっていうのをよく耳にはしますね。基本的にそういう、場にいっぱい並ぶと強い一進化のデッキに相性がいいと言われていて、そういったデッキって種のポケモンが基本ポフィンで並ぶから、ポフィンでは持ってこれない上はこれ1枚でまとめて持ってこれるので、いいんじゃねえかっていうのは言われている。多分これを入れ始めると、デッキの中のボールがちょっと減るの。なるほど。これに頼りっきりで、うん、あサイド落ち、同じです、うん、これがサイド落ちした時に急激に弱いデッキが爆誕してしまう可能性がありそうだな。そうだよ、確かにエーススペックってそうだよね、ピーキーなんだよね、サイド落ちする時としない時の差が、うん、プライムキャッチャーはあってめちゃくちゃ強いのになくてもゲームに勝てるからすごいいいカード。ああいいこと言うね、うん、でもハイパーロマとかアルフィアスタンプとかなんかその後のゲームの進行めちゃくちゃ左右しそうなカードはちょっとね、これに頼りすぎる、これがなかった時に強くないっていうのが問題という感じかな。かな、なんか飛夏を使ってでも持っていきたいみたいな、はい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 、うん、なんか意思のあるデッキだったら採用が検討されるかなっていう。なるほど。サーフ号はなんかなくてもなんとかなってるから大丈夫じゃないかな。まあなんか、うん、その最初ちょっと嫌だなって思う心理的なところを甘えてるだけのような気がする。あのデッキもなんかそうアフィアスタンプって自分だけボーナスって言ってるのが強いよ多分、うん、別にこれに頼らなくても別にいいデッキはあるという感じ。イエス、パッと見相性いいけどみたいな。エスペ最後サバイブギプスですね。てか強化拡張でも3種類出るんだね、きついよこれは。俺は偉大な牙にちょっと入れたら強いんじゃねえかって思った。まあやってることがなんかヒーローマントをよりちょっと確実になったかなみたいな感じの気がする。何に入れても結構強いと思うこのカードは。まずはそのヒーローマントとやっぱり比較すると思うんだけど、ヒーローマントはその超過するダメージを先に与えておいてロストスイーパーの後打ちで良かったところが、これは先打ちしか許されないカードでしょ、うん、あとはヒーローマントがつけられなかったポケモンたちにも焦点が当てられるっていうのがいい。はい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 、ヒーローマントつけたところでみたいなポケモンたちにも楽しいよね。そうそうそう、 HP がもともと低いからヒーローマントつけても余裕でワンパンされますよっていうポケモン、うん、
代表的なのだと最近だとルギアチラチーノもチラチーノとか、まあ、チラチーノ大体1回殴って死ぬ前提で作ってるけど、これがあると、まあ、同じチラチーノが2回殴ってくる可能性があるから、そうで、しかも残り銃ってなんか闇のロストマインとかで結構拾われやすい銃なんだけど、ミストイレで避けられるよねみたいな。ああ、賢いね。そう、なるほど。だから絶対相手のこの銃のために一旦使わせられる可能性が高いっていう。そうそうそう、なんかギプスの中では今パッと思いつく中だと一番おお良さそうなもんかな。あとは他のトレーナーズはなんか魔改造班も帰ってきたけど、チモシンデンで良さそうな気はするんだよな。お、確かに。分かんない、布石かもしれない。次にヤバい特殊エネルギーが、あー、バカもね、そう、出てくるっていう。まあ、どっかでは使われるでしょう。はい。うん。はい。まあ、それこそコントロール系のデッキに入るかもね、普通に。スイレンのお世話は、トラッシュからポケモンルール持ちを除くと、ジョの合計3枚まで、まあ、組み合わせは何でもいいと、いうのに加える。闇闇超エネルギーとかまとめて回収できるのが一応。これはロストバレットとかに入るのか、いや、ミラミを回収できるけど、一応。釣りサーボールとかでいいような気もするんだよな。ビワの価値が上がり続けると、こいつがなんか、それに応じて価値が上がるかもしれない。なるほどね。サポートであることが利点になる可能性が、うん、今の環境だから釣り竿落とされるときついけど、まあ、これだったらまだギリ継戦能力がある。これはね、レントラーじゃないと落ちません。そうだね。手帳があるデッキだと釣り竿の枠1で2回使える可能性があるとか、サポートである利点っていうのは結構あるから。なるほど。なんか使い方次第だと思う、こいつも。まあ、釣りがこちらって感じで手札に返ってくるんで、直接、まあ、現状本当にロストとか分かりやすく、ね、拾ってきてそのターンに即打ちできるのが強いね。で、コーヒーカーの紙にこのポケモンポケモンフレーバー全くないまあ、これはいいだろ、別に話さなくて。シャンフェスと比較しとく。そうそうそういや、今さら出した。で、あとはゴヨ。いや、でもゴヨ熱いね。え、どういうこと。いや、世代だから。ああ、そう、そっちね。ゴヨはコインでしょ。2人とも6枚とかの可能性あるでしょ、うん、昔銀河団の賭けってカードがあって、はい、コインじゃない。じゃんけんぽい。はい、こうでしょ6枚3枚。銀河団の賭けはさ、ちなみに参考程度に使われてたの。でも世界大会で使ったと思う。あ、そうなんだ、うん、じゃあ使ってください。これ本物言ってください。いや、きついっしょ。サザエはね、これによってポケモン通信がしばらく返ってこないことが、まあ、多めに確定したんだけど、エイカの招待対策になると思う。ああ、なるほどね。なんか、サザエ使ってまでカビゴン対策しないといけない、やだね。まあ、でも普通にまあ、展開用としては使えるよ。一応。頑張ってこのぐらい。まあ、基本は使われないだろう。うん。基本は使われないだろうという感じ。はい。まあ、よっぽど大勝利ポケモンがあれば、みたいな感じですね。あ、で、忘れてた。ブーメランエネルギーも出ます。はい、ついてるとの収益エネルギー1個分として働くんですが、このカードをつけているポケモンが使う技の効果で、このカードが取らせられたら、技のダメージや効果の後に元のポケモンに付け直します。あー、惜しい。いや、そうなんだよ、惜しいんだよこれ手札に返ってこないんだよね、うん、あとはなんかベンチに付け直すとかだったら、あー、それは強いよ。結構自分の好きなとこに付けるとかだったら、ね、そう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 、強いよ。まあ、ブーメランブーメランだもんな。まあ、だから月光が EX のなんか突撃手裏剣みたいなやつ打った後に月光がに付け直せると、うん、これを込みで3連付けることができれば、まあ2ターン連続で付くとかもできますよね。あー、で言うと今パッと思い浮かんだのは榊のカリスマかな。先行2ターン目に1エネで技打ってちょっと必要なパーツ集めつつ、うんうんうん、2ターン目にパンパンってやって前を妨害しながら裏を2個飛ばす。で、ブーメランエネルギーをつけます。戻ってきたところでそのポケモンがぶっ倒されたら意味がないっていうのがきついな。いや、だからテキストベースの話だと思うよ。もうネッチにつけたかったです。ありがとうございました。まあ、トレーナーズはまあやっぱアンフェアとソレオギブスになるのかね。で、まあ改造ハンマー、ロマースイレンあたりがまあワンチャンぐらい。ヒエクのポケモンで、これはイサハはでもちょっといいんじゃない。まあ多分下技のアベンジエッジがまあこいつを採用する理由にはなると思うんだけど、お前のが倒されてると、草無色無色で160ダメージ、まあ、ダブルターボとか張ってると140ダメージになるんだけど、未来のポケモンなので、ブーエナとか鉄の貨車で火力増強が見込めるので、まあ、リザードX とかワンパンできるんじゃないかっていう。何でいるのこれ。まあでも今まで未来バレットみたいなデッキを使ってて、そのリザードンがやっぱ未来バレット目線は俺はきついと思っていて、
で、そのラピッドバーにあのイサハで相手のリザードを取るんだけど、取った返しにそのイサハ EX が死ぬとまあサイド2取られてるから結局追いつけないよねっていう時に、こいつはそれが非エクっていうところでサイド1しか取られないから、まあ、単純にちょっとリザードに勝ちやすくなるんじゃないかっていう気がする。まあリブートポットとダブルターボエネルギーとか、あったね、S スペック。あ、そうなんかさ、見劣りするんだけど、いやまあ強いんだけどね、書いてあることは。でもなんか俺が結構ミライバレットをちょっと何回か回してリザードンとやった感じは、やっぱこのヒエクを挟まないと勝てないんじゃねえかっていう気はする、うん、まあそうだね。で俺がちょっとそのさっきなんだっけ、あの鉄の茨 EX 入れたミライバレットちょっと組んでみたって話をしたんだけど、うんうん、そこにはダブルターボエネルギーも4枚入ってるから、ああそうか、そう、茨とカイナとイサカでダブルターボエネルギーを共存させていて共有できていて、まあ、それこそ茨で殴りつつダブルターボをイサハに移動させておくと、なんか学習装置をイサハにつけておいて、うん、鉄のカイナとどっち取りますかみたいな2択を常にやり続ければ強いか、こいつは、うん、絶対ここをイサハを相手にしなきゃいけない板を作って、はい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 、はい、そうするとまあ、 あの1枚取らせれるから、あと EX を押し付ければちょっとだけ強いかな、まあ、もしかしたら変わるかもね、相性そのぐらいのカードかもしれない、うん、ちょっと、今までめっちゃリザードきつかったのが未来がない、これのおかげでちょっとワンチャンあるかもしれないなってきました。おぉ、チャです、進化元、ヤバサチャ EX の進化元のチャですが、あ、チャですね、チャです、特性で、まあ、ベンチにいる限り技のダメージを受けませんと。これは単純にまあヤバサチャを使うんであれば強いね、てかこれしかないね、これしかないね確かなんかね、次の、これじゃないんだけどオーカポンのパックで確かチャですが、なんかヤバサチャ、ヒエクのヤバサチャが出たはず、確か。おぉ、文化勝負分割証拠。この辺は何も。あ、シールド戦っぽい。この辺急に。何も書いてないから、ね、全部。ね。本当に何も書いてないから、ね。本当に今回の飛躍のポケモンほとんど何も書いてないんだよ。キーウェイはちょっと覚醒があるから、強い進化先が出たに行きたい。毎回言ってるけど、これは、いやてかね、覚醒は全部そうです。うん。まあ、覚醒。逆に覚醒が出るってことは、絶対何か使うやつは出るよ。うん、そのうち多分なんか強いブイズがどうせそのうち出るから、まあその時に多分日の目はいいんじゃねえか。いやー使いたいね、覚醒。 EV の覚醒は本当にまあ何でもできるからね、素敵です、はい、まとめるとまあ EX はまあガチゴンが強いで、まあ茨と月光がまあ多分デッキができる、うん、で叫ぶ尻尾はまあ叫ぶ尻尾カルゴヤバソチャはまあ諸説、まあこの3枚は正直あんま使われねえんじゃねえか。叫ぶ尻尾はまあワンチャン、これ多分デッキがあればトレーナーズに関しては、まあ、やっぱ S スペックのアンフェアスタンプと、サバイブギプスが、まあ、さすがに使われそう。で、ポケモンで言うと、鉄のイサハが、まあ、ワンチャン未来に入れて、ちょっとリザードンにワンチャン勝てるようになったかもしれない。まあ、とりあえず、ガチグマと S スペックだけ集めとけばいいんじゃない？ああ、そういうこと言っちゃう？この3種類に関しては、まあ、やっぱ、どのデッキにも入る可能性があるから、で、それなりのスペックがあるので、まあ、集めておきましょう。で、まあ、多分好きなみな感想にはなってしまいますが、そんな感じだね。まあじゃあ、とりあえずこんなところです。はい、診断見たらまた動画撮ります。じゃあお疲れ様でした。